定期試験対策。学びて時にこれを習う。論語。一問一答。この動画はテストに出やすい問題と答えをひたすら読み上げていく動画です。再生速度を調節しお使いください。なお、すべてテロップが出ますのでミュートでもお使いいただけます。では、始めます。論語を漢字で書きなさい。 論語は誰の考えがまとめられているか、漢字で書きなさい。子漢字だけで書かれた漢文白文白文に返り点などを付け加えた文訓読文漢字と送り仮名を意味がわかるように順番に並び替えた文書き下し文 「し」の意味先生しとは誰のことを指すか子牛この訓読文を書き下し文にしなさい学びて時にこれを習うこの訓読文の意味学んで機会があるたびに復習する このような文字を何というかお記事この訓読文を書き下し文にしなさいまた喜ばしからずやこの書き下し文の意味なんと嬉しいことではないかこの訓読文を書き下し文にしなさいとも 遠方より来たるありこの訓読文を書き下し文にしなさいまた楽しからずやこの書き下し文の意味なんと楽しいことではないか何が楽しいと孔子は言っているのか遠くから友が来てくれることその友はどんな友か 同じ志の友達。この訓読文を書き下し文にしなさい。人知らずして恨みず。この書き下し文の意味。世の中の人が認めてくれなくても不平不満を抱かない。この訓読文を書き下し文にしなさい。また、君子ならずや。 このの書き下し文の意味なんと立派な人ではないだろうか。君子とはどんな意味か。人格者立派な人。この訓読文を書き下し文にしなさい。古きを温めて新しきを知れば。この書き下し文の意味。 昔のことを復習して、新しい知識が発見できるようになれば。この訓読文を書き下し文にしなさい。持って死たるべしと。この書き下し文の意味。死となる資格がある。学びて学ばざれば、すなわち暮らしの意味。学んで、 よく考えて自分のものにしないと、道理を明確にできず、あやふやになってしまう。この訓読文からおきじを書き抜きなさい。思いて学ばざれば、すなわち危うしの意味。自分の考えだけに頼り、広く人に聞かないと、独断に陥ってしまって危険である。この訓読文を、 書き下し文にしなさいこれを知る者はこれを好む者にしかずこの書き下し文の意味何かについて詳しく知っている人はそれを好きな人には及ばないこの訓読文を書き下し文にしなさいこれを好む者は楽しむ者にしかずこの書き下し文の意味 あることを好きな人は楽しむものには及ばない。好きな人は何には勝るが何には及ばないか。詳しく知っている人には勝るが楽しむ人には及ばない。以上で問題を終わります。監視は出るパターンが決まっているので、ぜひ9割以上の正解率を目指して繰り返し使ってください。テストで高得点。 一緒に狙いに行きましょう頑張ってくれてありがとう